こんにちは、ゆっくりマリサだ。今日は JR 大井町駅に来ているぜ。突然だが、画面の前の視聴者諸氏は、学生時代普段の通学路からちょっと外れて、いつもと違う道で帰ってみるなんて経験したことはないだろうか。これ撮ってる時の中の人もちょうどそんな心境で、一日を勤めを終えたその帰り道、たまには本来の経路から点で違う帰り方をしようと思うぜ。なんなら中の人の職場は大井町にあるわけでもないから、もうすでに寄り道の途中だったりするんだがな。そんな今回の寄り道の舞台は東急大井町線。東急を動画化するのは世田谷線と子供の国線の、活動黎明期に乗ったこの2路線以来だったか。両方とも東急で来るにはあまりに異端な路線だったから、東急らしい東急ってのはある意味初かもな。運賃料金路線図はこんな感じ。東急の路線図は東横線と田園都市線の2柱に、23区南部をわちゃわちゃする細かい路線が少々って感じだが、大井町線は玉川線以外の路線と接続してて、路線同士を橋渡しする役目も持ってるぜ。いつもの交通系 IC で早速ホームに入ると、電光掲示板には確定と急行の2種類の種別が載ってるが、中の人は基本的により早い種別を好む傾向があるから、今回は20時ちょうど初の急行に乗ってみようか。さらに大井町線の一部の急行には9シートという7両編成のうちの1両だけ座席指定になってる列車があって、これから乗る急行も201号として備え付けられてるぜ。そんなこんなでこれから乗る急行がやってきたが、外観はどう見てもちょっと綺麗な普通列車って感じだし、座席指定列車と思えないほど並んでる乗客がいるが、肝心の9シートってのはどんな感じなんだろうな。というわけでこれがその9シートの車両だが、座席指定と知らずに乗ってくる人をなくすためか、ドア口は1箇所だけ残して幕で塞がれ、残りの1箇所には駅員さんが立ってたぜ。あらかじめ買っておいた指定券を見せて中に入ると、京王ライナーみたいに90度回ったクロスシートになってるな。今回の席はここの窓側の席だが、なんで今回といい京王ライナーの時といい、撮影に不向きな窓枠がちょっとしかない席に当たるんだろうな。まあギリギリに喧嘩うのが良くないんだろうが。というわけで20時ちょうど、帝国通りに大井町駅をぬるりと出発。この車両もほぼ全席が埋まるくらいには賑わってるが、他の号車は立ち客でパンパンに詰まってるから、こうしてのんびり座れるだけでもかなりまともな車内環境だな。どうでもいいが中の人はスマホで撮影してそれをパソコンで編集してるんだが、今のスマホは活動初期のよりカメラの性能がいいやつで、夜景撮るときはより性能の差が出てるような気がするぜ。まあ前のがひどすぎたってのもあるが、そんな誰も興味ない裏話は置いといて、東急大井町線は大井町駅から溝の口駅までを結ぶ、全長 12.4km の路線だ。ただ道中二子玉川溝の口間は田園都市線でもあるから、純粋な大井町線の区間は大井町二子玉川間だな。線内で運行されてる種別は確定と急行で、急行の停車駅はご覧の通り、この3駅はどれも他の東急の路線との接続駅だ。線内最初の駅、下神明駅を通過すると、東海道新幹線と JR 品格線の間を立体交差するぜ。品格線は過去に成田エクスプレス編でもちらっと話したが、一般的には横須賀線とか湘南新宿ラインって呼ばれてるな。そんなこんなで急行最初の停車駅、旗の台駅に到着、東急池上線はお乗り換えだ。向こうに止まってるのは先行してた確定で、ここで急行が確定を追い越せるようになってるぜ。というか今乗ってる下り方面に関しては、ここ以外で追い越しができる駅ってないんだけどな。はい出発、大井町線は 10.4km の間に15駅も詰まってるから、駅同士の平均駅間距離は約740メートルと、相当密に駅が設置されてるぜ。山手線ですら平均駅間距離は1キロちょいあるし、確定乗ったらちょっと動いてはすぐ止まりって感じなんだろうな。今下に見える道路は通称環七通りと呼ばれる、東京23区の外側をぐるっと囲う環状の道路だ。ここを北に行けば世田谷線の若林踏切に出るし、もっと進めば地下鉄千代田線の北綾瀬に出られるぜ。次の停車駅、大岡山駅を目前にして、大井町線の線路は忽然と地下に姿をくらまし、同時に左手には上から別の車両が現れたが、あれはこの先大岡山駅で接続する目黒線に乗り入れてる、都営三田線の新型車両、6500系だ。こうして実際に走ってるところを見るのは初めてだな。大岡山駅は地下の2面4線構造になってて、内側が大井町線、外側が目黒線となってるぜ。両線を直接行き来する営業列車はないが、目黒線の車両を点検のため田園都市線の基地まで運ぶときは、この先の渡り線で目黒線から大井町線に行ったりするな。はい出発、地下を脱出した大井町線はここで一気に高架にのし上がり、目黒線を飛び越えて右にそれていくぜ。目黒線といえばあと1ヶ月で相鉄東急直通線が開業して、ここから新横浜や相鉄まで1本で行けるようになるんだったな。さすがに開業してすぐはめちゃくちゃに同業者も湧いてるだろうし、そんなにすぐ動画にはできないだろうが、何らかの形で相鉄東急直通線も取り上げてみたいな。まあ多分それは私の回にはならないんだろうが、続いての停車駅は自由が丘駅、東急東横線はお乗り換えだ。自由が丘といえばおしゃれな街並みで、住みたい街ランキングでも上位の東急沿線でも人気の街だな。中の人も一度歩いたことがあるがアウェイ感が半端なかったぜ。はい出発、次の停車駅は田園都市線と交わる二子玉川駅だ。そういえば急行を待ってる間にこんなマークを見かけたが、田園都市線から枝分かれした大井町線の矢印が、東横線と目黒線、池上線と交差してるのを端的に表してるな。思い通りに合わないピントに悪戦苦闘してると、田園都市線との合流地点、二子玉川駅が近づいてきたぜ。沿線民には二子玉なんて訳されたりするな。江戸時代から宿場町として栄えた地域で、玉川の二子の私の船着き場周辺は茶屋で賑わったそうだ。地上からせり上がってきた田園
都市線が見えてきたところで、ようやく二子玉川駅に到着だ。旧シートに指定券を買った上で乗車できるのはここまでで、この先溝の口駅からは降りる一方になるぜ。ちなみにこの時点での旧シートは満員御礼、なんなら大井町の時点で数席しか空いてなかったから、数百円の課金で快適性を買う人は結構いるみたいだな。はい、出発。駅を出てすぐに玉川を架ける橋を渡り、ここで東京都から神奈川県に突入するぜ。この先溝の口駅までは田園都市線の複々線でありながら、実態としては田園都市線と大井町線の並走みたいな感じで、なんとも扱いに困る区間だ。現在の田園都市線で真っ先に開業したのがこの区間で、もともとは溝の口線という路面電車規格の路線だったが、戦時中に溝の口線が大井町線に編入されたことで、一度は正式に大井町溝の口間の路線となったぜ。その後渋谷二子玉川間が新玉川線として開業すると、大井町線改め田園都市線の大井町溝の口間のうち、二子玉川を境に大井町線と田園都市線に分かれ、ここで大井町線は大井町二子玉川間の路線となったな。ところが新玉川線を取り込んだ新生田園都市線は、それはそれは人権が押しつぶされるほど混雑を極め、そんな状況を打破すべく大井町線を田園都市線のバイパスにするための工事が始まり、その一環でできたのがこの複々線区間だ。完成後はほとんどの大井町線の車両が溝の口駅まで乗り入れ、一部はその先中央林間まで乗り入れるようになったことで、大井町線は実質的に再び大井町溝の口間の路線となり、現在の運行形態の原型が出来上がったぜ。そんな話をしてるうちに溝の口駅に到着、JR 南部線はお乗り換えだ。この図にある通り溝の口駅と鷺沼駅は降車専用区間だから、この二駅から旧シートに乗車することはできないぜ。知ってか知らずかそれでも乗ろうとしてくる人もそこそこいて、それをホームか車内かで係員が止めるってシーンが見られたな。進行方向左手に車両基地が見えてきたら、もうすぐ鷺沼駅に到着する合図だ。東急線内にあるんだから東急の基地かと思いきや、ここは直通先の東京メトロの車両基地だぜ。なんでもメトロ線内に車両基地を作れなかったから、もともと東急が使ってた基地をそのまま譲り受けたんだとか、田園都市線と直通してる半蔵門線の車両だけじゃなく、東横線と繋がってる日比谷線の車両も面倒見ることになってるぜ。というわけで鷺沼駅に到着、ここに来て初めて他路線と接続しない単独駅に止まったな。次の停車駅の多摩プラーザ駅からはこの旧シートも解放されて、誰でも自由に課金なしで座れるようになるぜ。実際慣れてる人はここから旧シートの車両に乗り込んで、長津田まで悠々自適にクロスシートに座ってたな。続いての停車駅はあざみ野駅、横浜市営地下鉄ブルーラインはお乗り換えだ。ちなみにあざみ野の中国語表記はこんな感じだが、あざみってのはこういう感じの紫の花の名前だ。もともとこの辺りにあざみ野なんて地名はなかったが、高度経済成長期にこの辺りの開発が進んだ際、この辺はあざみが咲いてるから新しい地名はあざみ野にしようってことで今に至るぜ。東急の単独駅で最も利用者数の多い青葉台駅を出たら、あとはもう終点の長津田駅を残すのみだ。ってことで一気にカット。長津田駅には田園都市線の車両基地の他に大掛かりな点検もできる車両工場も備え付けられてるぜ。ただし基地があるのは田園都市線のすぐ脇なのに対して、工場はここで分岐する子供の国線の運田駅の近くにあるから、この二つは似て非なる全くの別物だ。子供の国線に関しては1年半くらい前に動画化してるから、まだ見てなければ右上のリンクから飛んでってくれよな。といったところで長津田駅に到着、子供の国線と JR 横浜線はお乗り換えだ。この列車はそのまま回送列車となって、さっき話した基地の方に運ばれてくぜ。多分だが翌朝の大井町方面の急行に使われるんだろうな。そんなこんなで今回は東急大井町線の旧シートに乗ってみたが、いかがだっただろうか。まあ正直乗り心地はぼちぼちってところだが、旧シートじゃない他の号車のすし詰めっぷりを見る限り、それ相応の需要の高さは感じ取ったぜ。さて、帰り道にちょっと寄り道のつもりだったのが、いつの間にか点で見当違いの方向に来ちまったな。明日も仕事だしさっさと引き返すとするか。というわけで今回の動画は以上になるぜ。ご視聴、ありがとうございました。